あなたの役割は、教授。夜になりました。そのままお待ちください。ちょうど気楽にできるわ。こういうさっきのような激戦、新騎士すら釣らねばならないっていう。新騎士俺わかるんだよ。以外に思われてもおかしくない状況だよ、投票行動は。激戦を。でもまあ、ここはまったりでいい。朝が来ました。初日の襲撃はありません。6番さんが発言します。はい、僕占い師でした。はい、占い師で4勝でした。最悪なんですけど、まさかね、俺がトップバッターでね、これね、来ると思ってなかったんでびっくりしたんですけど、今で、いや、進行路きついな、マジで。いやー、きついね、俺この位置はね、このトップバッターで占い師はマジで一番きつい。で、進行論も普通にセオリー通りやってほしいのと、まあ、黒くない、ちゃんと理由つける。理由絶対必要なんで。で、平和だとフルオープンで、あの、2CO とかね、3CO の場合は、騎士さんのセンスで、芸能が出ることかな。でも、あとなんだろうな、まあ、そうす、まあ、変なことをしてほしくないなぐらいですかね。うん、まあ、4城しか見えてないんで、はい、以上。7番さんが発言します。6番さんの人物像について考えてました。焦ってるなって思ってて、でもそういう人なんかなとか、まあ、いろいろ考えてたんですけど分かりませんでした。まあ、ちょっと言えば、なんかトップバッター来ると思わんかったって言って、良いぐらいしといてくれよって思いました。だからあまり印象は良くないです。ただ、まあ、2週目の発言聞いて、まあ、対抗出てきたからの心眼でいいかなって思いました。発言的に思ったのは、まあ、セオリー通りやってほしいです。セオリー通りってあれだから、要は例の2枚出たら釣り切りとか、多分そんな感じのことをがセオリーってことかな。はあ、どうしよう。まあいいや、八幡さんどうぞ。8番さんが発言します。はい、よろしくお願いします。まあ7は6に優しいなと思いましたかね。どうだろう、僕も6の人物を探っていて、たとえトップバッターじゃなくてもなんかあたふたするんだろうなと思いながら聞いてました。なんか保険かけてる様がなんか僕は気に食わない、気に食わないって言葉が悪いから、まあ好きじゃないって感じです。まあ言っちゃえば、まあね、対抗出てくるかもしれないけど、2戦目で見てますとだけ言っておきます。なんかもっと堂々としてほしいよね。まあ、焦ってたとしてもね、一番手に来ると思ってなかったとはいえ、なんかそれを隠して、なんか堂々と発言してほしかったなと思ってます、ね。あんまり6番にはついていきたくないなという印象でした。以上です。9番さんが発言します。そんな人物造成さ、不利なんだけど、してなかったからさ。別に人物造成さって話し方だけじゃ分かんなくない？普段こういう普通に喋ってる方で、7番と8番が焦ってるように感じてるかもしれないけど、6番さんにとってこれが普通かもしれないから、人物精査いるって思いながら話聞いてて、6番さんなんて俺ただ、だっけ、進行論はきついな、進行論はきついな、進行論何きついんだろうなって思いながら、ね。
進行論がきついじゃなくて場所きついだったら分かるけど、進行論きついって何よって思いながら話聞いてましたけど、うん、なんか全然7番8番と6番の取り方違うわ、申し訳ないけど。1番どうぞ。1番さんが発言します。はい、お疲れ様です。初日指名よろしくお願いします。使用あります。霊能でした。霊能です。で、自分はこのゲームの主役って津村の市民の方だと思うので、その方に対してどんだけ有益な情報を残せるか、まあ、最終日に向けてですねと思ってるんです。なんで出ました。はい。で、自分でだから6番さんのそのなんだろうな、人物像精査とかっていらないと思うんですよ。必要なのってこう自分が発したそのなんていうか結論的なこう何番投票したとか何番黒いとかその辺の部分だと思うので、一回そこは省いてこうフラットに見ることが大事かなとは自分は思うんですけどね。はい、ぐらいですかね。まあいずれにせよ盤面固まってしっかり、まあ2周目また6番さん発言してもらいたいなと思います、ぐらいですかね。はい、以上です。回します。あなたの発言です。はい、まあ一番に言うと21番面とか31番面の初日は霊能が主役ですよ。霊能がどうするかでかなり変わってくるから、うん、22番面とかは、エマ村だったらさすがに、映画主役にはなれないけど、まあ村が主役、村人が主役にならなきゃいけないと思いますけども。6番そうですよね。うん。言い訳がましいこと言わなきゃいいんじゃないですか、今後ね。8番みたいな人もいるし。あと、進行論をちゃんと言った方がいいんじゃないですか。何かもう分からなかったら決めとけばいいんじゃないですか。9番みたいに不思議に思う人もいるし、原文取って。うん、初めから、言いたいこと決めとけばいいんじゃないですか、もう。もう、固定で言うことを決めとけば何も恐れることはないんじゃないですか。自分のフレーズを探して見つけてっていう。ただ、これ今後の話だから今になれば、突っ込まれてもおかしくない出方はしてるということは。だから、789の際はつかないです。はい。3番さんが発言します。まあ、この6番さんの人物だってよりもね、あの出方ですね。あれを仮にその、演技でやってたらすごいですね。これはすごいと思いますんで、ただこの6番さんが4周を多分持ってるんであれば、その間にパイクを出る可能性あるんですよ。でも狂人とかね、その間出た時ってほぼ3周になるんで、は囲えてないとかね。となると、まあ、一番さんのこの低姿勢の、まあ、電話をして、まあ、これはいいと思いますよ、これ。これ、無駄視点で決めると、やっぱ7、8がちょっと、現状。まあね、意思的違和感っていうかね、そこでやっぱ6の人物像を追ったっていう視点がね、私には、どうですか、7番さん、ちょっと8番さんにアンサーしてましたけど。4番さんが発言します。はい、村人陣営でした。3番の今の7番さん8番さんにアンサーしてますけど、ちょっと分かんないですね。人物像精査もちょっと分かんないですね。その人物像精査をした人に対して人物像精査いるって言ってるのも分かんないし、いらないよって言ってるのも分かんないし、もうどっちでもいいよって話だよね。うん、全然色落ちないね。もう色落ちない原因を作ったのはどこからかなってちょっと探してたんですけど、もう全員悪いよねこれ。7段ぐらいやっぱ印象あるよね。霊能は釣り切りましょうとか言ってるから。何言ってるんだと。釣りましょうって言う。5番さんが発言します。はい、村人陣営です。特に使用はありません。まあ、6番に関しては、まあ、進化狼かなって思いながら聞いてました。まあ、理由があって、
初日に釣られる可能性があるから多分6番っていうのはトップバッターを懸念してる人間なんで、まあ夜どっちかの狼と話し合いの結果6番が出てトップバッターだからっていう懸念と、6番が三振になった場合に自分が釣られる可能性があるからというふうに思って聞いてたんで、8番の捉え方がまず違うのと、9番に関してはあんまなんか狼見つけようとしてないなぐらいで思ってたし、2番はちょっと色がつくのとしてるような感じが受けた。で7番がどうしようかなって言ってるんで、盤面が多分動くと思うんで、1.53 とかね、どう動くんだろうって思いながら聞いて、いろいろね、半周年ごとのなんかあれのイベントだから限定も入る。6番さんが発言します。このゲームね、やばい、絶対こう出ないんだろう。よしね、これでね、はい、僕もいらないですよね、一着しましたと。はい、先頭なんていないからね。めっちゃ論外だから。OK。先頭 OK。キシ OK。で、対抗いない？対抗いない？いいね。白先にもかぶってないし、いいね。はい、じゃあ、8、9、2、3、5のね、デスマッチだよ。うん、バトルロイヤルだよ。うん、それでいこうよ。うん、誰ですか？なんか俺がなんか、あだこうだ、人狼で巨人だとかね。うん、まあ、5番打つよね。5番ね。8番だっけ？うん、ね、今言ってましたよね。なんか、俺、真なんだよ。真で、そう。普通にね、準備してなかったの。で、まさかトップがあった後ね、演技でもなんでもないし、でも全部本音だからね。とかね、戦う気ないんでしょ。もう俺知らないから、ね、この場面作ってる。この後、外れてますと。すげえ、まっとうなやつ相手で逃げたんだったら俺もわかるけど。6番相手に出ないでしょ。とりあえず4番、1番で、まあ、714でとか指定してほしいね。これちょっと適当に流すわ。特に4番重要かな。4番強靭だったら俺だけど。27%。としても16%しかないから強靭な確率っていうのは、4番低いのかなと思ってるけど、まあでも 16% だったら。あと1ギガか。まあとりあえず1、4、最後の方決めてほしいかなってことで、まあ技術釣り位置に関しては、でも2番も嫌がんなかったかね。なんか、最初決めてればどうたらこうだろうって、決めてても文句言ってくるやつ文句言うから、関係ないから。ああで、大した活用もしてないし、みんな。ということで、まあ、もうね、ぶん投げ進行ね。大丈夫。ぶん投げ進行でいいよ、もう。7番、さんが発言します。もうはもう6番さん、真に見えないんだけど。出ちゃったじゃんか、騎士。もうどうしよう、ほんま、もう最悪。いや、潜伏いるんかなって思ってたから。でも5番さんってその時点で平和村じゃないんかなとか思っていろいろ聞いてたんですよね。でも9番って7番8番の精査入れてなかったっけ？あれ？人物像意味ない。まあそれだけぐらいか。別に精査はしてないか。いや、いや人物像を考えて6番さんが死んだったらダメだなと思って、だから偽だろって言ったら対抗出てきた時にそっちが真に見えちゃうからとか思っていろいろ考えてどうしようと思ったけど、どうしよう。でも9番さんも占い師っぽくないよな。だから5番さんは9番さんに言ったら指摘は分かるけど、でも5番さんの時点ではさ、ほぼほぼ平和村やったやんか。だからそこはちょっと気になったぐらいで、3番さんが言ってた7番8番人物像せ、まあいいや、一番さんに任そう。一番さんに任そう。任して、白。まあいいや。何も喋らんときます、私は。はい。8番さんが発言します。はい。まあ、釣り位置に関して、まあ、現状を言うのであれば3番かなって感じです。2に関しては要素がない。5に関しては、どうだろうね。まあ、位置的な問題って感じかな。まあ、仮に5が多く、まあ、内通すれば関係ないか。まあ、まあ、僕が 5の位置で狼か、まあ、狂人、まあ、何かしらの人がやった場合は出るかなってことで、まあ、若干、どうだろう、盤面上5は弾いてもいいんじゃないかなと思ってる、まあ、消去法、まあ、2か3で3よりって感じかな。まあ、9から言われた、まあ、人物像精査に関しては、まあ、なんだろうね。
いや、そういう考えの人もいるよね程度だったんですけれども、3に関しては、まあ、9と意見は似ていたんだけど、なんか感覚的なもんで、ね、これは感覚的なものなんだけど、悪意を感じたんだよな、黒塗りしてやろうみたいな、人物を精査してるからなんかどうのこうのみたいな、黒塗りしてやろうって意思が見えたのが3番でした。うん、まあ別に旧偽だったとしてもね、うん、仮に旧が狂人で何しろ刺した場合でも、なんか、人に釣っときゃ狼釣れそうだなって感じだし、うん、どうだろうね。うん、まあ印象悪いです。旧のね、まあ、さっさと出とけよって話だと思ってる。どうだろうな。まあ、急の発言次第じゃないと思うけどね。これぐらいですかね。はい、以上。9番さんが発言します。まず5番からのアンサーなんだけど、俺が狼探してないって言ってたんですけど、じゃあ5番が6、7、8の精査入れればいいんじゃないの。別に1周目なんて色落ちる発言なんてしてないんだから。5番から9番に当てるセサフ意味わかんないし、そもそもなんだろうね。まあ潜伏してたわけで、潜伏に言わすようなことなんてしないし、なんかお門違いだよね、5番から9番の殴りって。で4番しか見てないんで、4番釣りたいんだけど、多分4番釣る要素俺持ってないよ。4番から4番派生の4番黒要素俺持ってないんで、今日どこでもいいと思ってるんで、1番さん一本してでいいと思ってます。でそこに合わせようかなと思ってます。なんでかっていうと、まあこれ6番が狂人の時にこだわって変わっちゃうんだけど、6番がもうバトルロイヤルどこでもいいですよって言ってるんですよね。そうなった場合に、もう6番が人狼の時に釣られちゃう可能性あるから、釣られない位置に4番に狂人を消してるから、まあ、単純に6、4なんじゃないかなと思っちゃっただけ。だから別に4番からは別に拾ってないし、4番黒いとは思ってないです。ぶっちゃけ。ぐらいかな。だから、お前、1番に釣り茶合わせます。ね、なんなら俺1回放棄して、まあ、投票になったら1番に合わせます。くらい、なんかどこでもいいなと思ってます。はい。1番どうぞ。1番さんが発言します。はい、2周目よろしくお願いします。これどうだろう、みんなさん思ってることは分かんないですけど、いや私はですよ、9番さんがじゃあ出るタイミングと、じゃあ、まあ、結果論ですけど7番さん白が刺さってました。じゃあその出るタイミングがなんだかな、まあベストだったのかって言われたら、なんか花が疑問しか思わなくて、いやだったら自分の時出ればいいじゃんって、8番さんの発言まで引っ張ったりとかしてね、と思ったりしたんだけど、もしかも6番さんとか出るとかね、なんだろうな、9番さん死んで見れないんだよな、申し訳ないですけど。で、最終的に1位にぶん投げるわけでしょ、指定先を。多分ですよ、自分、111進行を恐れた狂人しか私見えないんだけどな、現状って。だとしたら、ケツの方に、狼固まってるって、出方的にですよ。思うんですよね。はい。で、8番さんが何だろうな、2と3を比較して、そこで差をつけて3寄りって言ったのが、自分ちょっと一瞬引っかかったんですけど、うん、1回5に目線向けて、それ、取り消しの2、3になったんですもんね。どうだろうな。いやー、これ新居だったら、狼2人が、ね、票持ってるんで、ちょっと厳しいですけど、どうだろう。したらいいや、自分1個、じゃあ、8番さんと4番さん1個さ、もう1個乱指定してよ。自分4番さん多分白だと思ってるから、現状。8と8、おはどっかでお願いします。あなたの発言です。はい、そうですね。9番はそもそも7番よりもあそこ出た理由言わなきゃいけないから、
まあ、発言では真はないけど、6の方が真だと思うから多分4白だと思うけど、9番その弁明しないとダメだったんじゃない？出方について。はい。なんで、ただ、騎士が出ちゃいけない盤面だったんじゃない？ 9 番が、本当に6番対抗と思ったら2仕様で、一潜伏させた方が良かったはずだと思うけど。それを言わないから、出方、うちの言うとおり、出方面ではもう9が死んないなって感じだから、まあ、両人とかなら3、5、8、2浪構成だから、3分の2で釣れるっていう感じですから、まあ、3、5の後半位置にいそうだなって感じは1番と同じなんですよね。まあ、4番、なんか9番も4番をなんか怪しんでるから、確かに強人っぽく見えるけど、ほとんど4番に黒打っても芯見ないからね。うん。出方について説明しないんだもん、わけわかんないな。うん、まあ、4番が強人じゃないことだけ祈りたいけど、8-2 とか言われたら俺もさすがに違和感持つけど、まあ、4番に決めさせるというか1番が決めたらいいと思うけど、まあ、4番白だと思ってるんで、まあ、僕は別にいいんですけども、まあ、8-2言われたらさすがにもう俺も9番が4黒ったらもう4番は順が追わなきゃいけなくなっちゃいますけど、まあそんなわけないと思うけど、別に6が真4白でしょ、これ、ね。9番が巨人か人狼って考えたら、9番弁明しなきゃダメだと思うけどね、まあ、手継ぎのままなら5番だけど、参考の後半位置にいそうだと思うけどね。はい。まあ、基本的に8番と4番が三角を指定したらそこの欄にします。はい。3番さんが発言します。まあこれ6番の位置で解禁なので、ちょっと遅かったのもあるんですね。まあ、ドラッグセルかどうか知りませんけど、9番さん。まあ、これを西デッキでやるのかちゅうとこで。でしても、6-4のこの夜会話でも決め打っても出すことはできますよ。4白出してポッと押す。それを演技なのかどうか、ここです。で、私はそういうふうに西目見えてなかったんで、まあ、多分西目はかなり、6番さん印象よくなかったですね。なんかもう自分が死んだって言って、なんか明確に。なのでまあ9は出たんでね、多分8番さんは3を押してるんだけど、理由なんでしょうか。7、8に触れたからですか。まあちょっとね、まあこれ釣り地ではなかったわけですよね。7、8ってただその山さん笛屋村と思って出てるんで、ちょっと待って、9、7、7のやつこれも芯取れないんですよね。9番さん三仕様ではないんでね。となると、やっぱ乱定自滅としては、この時点で5番さんが、どこでもいい。強人臭いですね、この辺で。で、6をどうと芯に張ってない視点がよくわかんなかった。まあ、アピールしてんですかね、6は。5番さんね。人外だとすれば。アポラス。アトラスとかね。まあ、今日はちょっとね、8番さんの要素を上げてないんですが、私のね、この5番さんどう？4番さんが発言します。いやだよ、釣り地上げたくないよ。これ上げなかったら蜂が死ぬ。ちょっとかわいそうだよね。8王は6とかしたら面白いかなとか思ってたんだけど、それも多分8が死んじゃうから、8が 3怪しいって確か言ってなかった。だから3、8の太鼓を3番さんに上げてあげたらいいんじゃないかな。3、8の欄でいいと思います。はい。やべ、ちょっとだけ寝ちゃってた。3八の欄でちゃんとやってほしいよ。6番も9番もこっち。ほんとマジ無理。6から新要素全然拾えてない。もう頭いて、どっちも俺、まあ、出方が変なのは9番だけど、別に6の新要素が全然初週も2週目も拾えてないんですけど、占い師には別にあんま偏らずに、
発言の内容で精査した方がいいんじゃないかなって、まあ、ちょっと俺もあの出方で9番2000人見えちゃってるけど、まあまだ明日の占い結果とか、まあ、霊媒結果とか照らし合わせてやったらいいと思います。5番さんが発言します。はい、まあ3番に行きます。3番に言われたることがまず理解できないことと、9番にはアンサーしたいんですけど、初日の段階の6番の一番最初の出方について、やだなトップバッターっていうのは、基本的に占いが釣られない時っていうのは別にやだなって思う必要はないわけでしょ。なった場合って釣られ懸念がある人間だった場合って6番の人物像って狼か進化しか思えなくなるわけだ。だから9番目線で占いを持ってるんであれば6番の狼の可能性を追っかけるのが普通だと思って、どこでもいいって投げかけてるから64の狼の囲いを追うんで、追う以外ないっていうのがちょっと信じられない。だから6番強人戦って俺はないと思ってるんで、6番の方が偽かなと思ってます。で、9番偽だった場合後ろに固まってるって言われて5番筆頭になると思うんだけど、取った場合って3番5番理由がね、2番と8番に関してはめちゃくちゃ、あ、違う、1番か、まあ、1番は別にいいけど、ちょっと隠れてそうな感じするのは2番だけどね、1番の発言乗ってる感じがするんで2番3番とかじゃないと思ってます。7番さん構えてください。投票してください。アバターをタップして選択できます。9番が死んだったら顔真っ赤にして、いやーもうわかんないから、3854の狼わかんないから9投票入れといて9に占ってもらうか、死んだったら。まあ、黒を打ってくれたら黒で狼わかるし。追放されるのは、もう3が釣られちゃう村だからもう両方できないっていう。63だったらもうダメだから、もう無理だからそれ。3番さんが発言します。まあ、18に集まってますね。まあまあ、私入れたら 8451?845 でしょ ?1、1番さんにいたんやね、これ。で、の、スリーですね。この場面って9番さんってね、グレーを広げたってことだって、何のメリットもないんですよ、9番さんにあった行動。ここは強人とか人のどっちもある。どっちかっつったらこの行動なんですけど、シエルが人道の時、いいですかこれ、382、一本の中に人道術では、占い値は狭まるんですね、これ。あれ、ワンチャン、どうなんですかね。三周を狙った出方しか、しかないんですよ、9の出方ってね。あ、9に捨てようと、夜になりました。そのままお待ちください。昨夜襲撃されたのは7番さんです。3番は白の可能性があったから放置でいい。8番さんが発言します。じゃあ5つ、はい、3白の4黒の5黒、5ずりしかないでしょ。
どうだろう、サンプロじゃないんだ。もう占い師は難しい。どうだろうね。4単体からあんまりクロス拾えてない、かつ5単体もあんまり拾えてないっていうのが正直なところなんだよな。めっちゃむずいな。ちらついたのは占い心境でなんかね、誤爆とかあるかなとか思ってたんだよな。でもその前4、5、6、5心境だと4号とかでしょ。いや、ないな。むずいな。占い両方単体。いやー、でも、そうだよな。呼吸から進歩予想は何一つ拾えてないので、4号を。のみの精査で決めてしまいそう。なので4号は頑張ってください。ってぐらいですかね。発言聞きます。以上。9番さんが発言します。まあ4番は出現してるんだけど、置いといて、5番に言っとくんだけど、あんたがじゃあやればいいじゃん。9番、7番、8番の精査を9番がしてない。黒を見つける気ないって6番の狼があるとか意味わかんないから、6番が狼かどうかなんて知らねえよ、あの発言で。そんなの精査できないから、狂人だろうが6番が狂人か狼かってあの発言でわかんないし、まあ俺は7白持ってるけど、7白仮に持ってなかったとしても7番と8番で黒なんてわからねえっつってんの。5番話聞いてる？やばすぎるわこいつ。あんま話聞いてねえし、アンサーにもなってねえし、やばすぎ。はい、4番に関してはそもそも全員に対して、6番さんそんな芯なくねみたいな言ってたのに、最初だからみんななんか変じゃねみたいな話聞いてなかったけど、変じゃねっつっといて、9番出方芯ないっつってて、9番の芯ないっつってのが4番の起承転結逆だから気づいた方がいいっすよ。はい、落とせる要素落としてます、4番っつうのは。あと拾える人がいるか拾えない人がいるかじゃない。まあそんぐらい。現状発言拾えるのってもそれぐらいしかないわ。申し訳ないけど。はい。ただ、俺は普通に真っ当なことは言ってる。はい。出方うんぬんかんぬんって。まあまあまあ。それを重視したいんであれば、ご自由にどうぞ。発言じゃなくてね。なんか出方マンになってれば。はい。くらいしかも言うことないんで。今日4号のランで4番いきます。はい。1番さんが発言します。はい、お疲れ様です。正直全然分かってないですけど、じゃあ9番さん視点どう見てるのかだけちょっと聞きたかったんですよね。最終的なあれなのかな、結論で6-4っていうなるのかな。自分がいや5番さんから結構発言で自分で残ってるのって6って進化狼しかないよねっていう5番さんの目線なんですよね。その6が5に占いを飛ばしてきた。そこで5番さんの話をちょっと自分聞きたいんですけど、6って9、6が9に投票してるのか、2番さんも。3、9が8。いやー、要はだから6番さんがね、9に入れたのが自分が引っかかってて、で5番さんが6振動しかないって言うんでしょ。6強靭世界って十分あるんじゃないかなって今思って始めてるんですよ、自分の中で。すいませんね、グダグダで。やっぱ4号の欄が一番正解だと思うんですけど、6強靭だとしたらよく黒打ったなとは思うんですけど、
今4番差白く見えてたんだけどなと。あんな難しいな、ちょっと。ごめんなさいね。ちょっと4番差、5番差のランではお願いします。どっちかに必ず自分も投票します。はい。以上です。あなたの発言です。いや、もう、6が死んで、4が白で、9号ロロでしょ。平和村嫌った。7番の騎士から出て、その弁明が全然ないんだもん。出方を、出方をって。いや、なぜそれやったのかって、それでなんで村で見てもらえるかっていうことを言わないで、5番黒いなと思って、昨日、5級かなと思って、3八に、まあ、白の可能性があって、もう3番釣りをしてるなんかね、釣れそうな SG 釣りをしてる姿で、6番が偽らって言い放って、いや、普通9の出方見た瞬間に、9の方が死にないよ。うん。4番のなんか言ってる要素も要素になってないし、何の出現にもなってないのに。うん。出方についての弁明してほしいってずっと言ってるのに全然言わないから。だからもう5級かなと思って。だから3番釣られても白の可能性があって、まあ3番言ってもマックス強靭、まあ強靭とかなんじゃない？普通に考えて6-4は、6が真に見えるけど出方変だよ。騎士が出てから、7白って打つの。難しいから多分平和村嫌ったあれなんでしょう。うん、普通に9号ロロに見えるけど、普通に見たらそうじゃない。6は発言があれだけど、9の出方の方がおかしいと思うけど、俺は。まあ、普通に9号ロロなんじゃない？うん、と思いますけどね、私は。はい。あれ、3番すり押すときの5番が黒すぎてね、俺ほんと5番行きたかったんだけど。9号ロロでしょ。んで、834に強靭がいるってとこだと思います。はい。まあ、さすがに、出方の弁明しない時点でも急のシーン見れないです、僕は。はい。5番いきます。4番さんが発言します。まあ、そうっすね。僕、正直、占い心理で、あんまつけてな、ついてなかったんで、まあ、ありがたいですね。9が4クローってくれたんで、占い神器ついたんで、勝手に。お疲れ様でした。何も出現してないですね、僕は。はい。6番から別に新要素はない。全然拾えないから、まあ、出方だけで占い神器決めるのはやめた方がいい。内容見た方がいいって僕は言っただけなんで。出方で若干9番偽に見える節もあるけど、あくまで内容だっていう話。何も出現でも何でもないと思うんですけど、ちょっともう無理あるんじゃない ?9 番さん。はい。まあ、ありがとうございました。5番釣ります。うん。まあ5級ロールかどうか知んないけど、5、9釣り切って終わんなかったら、まあ2番は村じゃないですか。だから8、最後に王宮釣り切ったのはなかったら8釣れば勝ちだと思うんですけど、うん、はい、5番に行きます。5番さんが発言します。まあ9番に言われるけど、俺も多分2番の席とか座ってたら絶対に9番偽だと思うから、別に9番に言われることは何とも思わないけど、9番に関しても真だから、今回4番に投票するし、2番に言いたいのは別に3番を釣り押した理由ってちゃんと言ってるし、3番は、5番が怪しい理由っていうのを一つも言ってない。6番に関しての発言を取ってるのをねじ曲げてるだけなんで、3番はめちゃくちゃ黒いんで釣り押す理由にもなってる。まあ、はい。だろうね。まあ、ちゃんと出ろよ。じゃあ、9番に関しては。出方でって言われてんだから、ちゃんと出ろよ、じゃあ、最初から。あなたが死んだし、俺別に9番に言われる筋合いないんでね、マジで。ただ、あなたが死んだから、ね、その場合の6番の強靭の線もあるって思うんであれば、6番強靭、2番、4番っていうのがあるっていうような発言もするべきだし、いや6番は絶対狼か真やと思ってたんで、ね、
そこまでの発言残してます。三使用懸念で、釣られ懸念がある場合かしか、やっぱり最初のトップバッターで占い持ってる場合ってありえないんでね。だから、狼で釣られる可能性があるけど、最初4番と6番で決められてて、6番が出ざるを得なかったっていうことで、マイナスな発言が来てるんで、狼の可能性があるっていう発言してるんで、はい、いきます。6番さんが発言します。俺がね、やっぱ初週、前半位置トップバッター嫌だっつったのは、こういうお前らみたいなバカが、後半位置集まっていくから嫌だっつってんの。9の出方、9が出てから、俺今日、今、これ初めて喋ってんだけど、9の出方、7白って騎士出てるし、9の。2番出てんだみたいな感じのすごい言い方に見えたから、多分9番手の強人で、多分9強人5、8ローだと思ってる。で、5を占った理由としては、3番最後持ってたの5番がね、しかも理由も意味わかんないし、でなおかつ、投票先も3行ってるから、まあ、5黒いと思って、そもそも5、8どっちかローだと思ったら、2は発が白いからね。2は一番白い、この中。だから、多分俺の予想で9番強人5、8ローだと思ってる。はい。今日どう考えても5番釣りやし、別に9番でもいいよって9人外だから 100%、はい。多分8番違いと思ってる。多分5、8ロールを9強人だと俺は思ってる。はい、初週じゃ1日目に9番釣り行かない、もう村がバカすぎる普通に。俺はだから前半じゃ嫌だと、うん。そういう理由ね、村に言っとくとね。うん、そういうことな。嫌なの、お前らバカがいるからだよ。ああ、もうとりあえず今日9釣るわ、とりあえずね。人狼だから、はい。今日は強人で、明日8番占う。はい、そんだけ。3番普通行かないから、意味わかんないけど3番グリ。今日5ずり、以上。投票してください。アバターをタップして選択できます。投票を終了しました。追放されるのは5番さんです。5番さんが発言します。まあしょうがない。9番がこういう出方するから絶対村負けるのはしょうがないよマジで。しかも考察に関しては6番強人の場合も追わないっていうわけで、自分が強人の可能性があるって言うんだったらそれを考察で残すべきやと思うし。これは絶対勝てん。9番のこういう出方になった場合って。まあ、しょうがない。1番は分かってると思うけど、もう絶対勝てないから、こういう出方されると9番に。マジで。はい。まあ、いいや、しょうがない。9番さんのやり方っていうのはね、やっぱりね、おかしいと思うよ、マジで。感情としても多分7番とかもね、絶対に残ってた場合って9番に入るから。勝てない。村が絶対勝てない。はい。夜になりました。そのままお待ちください。お待ちください。昨夜襲撃されたのは1番さんです。はいはい。あなたの発言です。
あっちしろ。押すんだ。6番もなんか暴言言ってるところあるから俺4つろうかなと思ってる。4号ローローって存在しないけど、まあ5つ、4つってもいいかな。まあ7番、3番の女性陣が6番の暴言見た瞬間に釣れないんだったらプレイヤーとしてどうなんだっていう。まあ男としてやっぱりね、7番の女性陣が社員を思う発言した6番を制裁釣りで4釣るわ。しょうがない。仕方がない。ゲーム性のために。これ9号だと思ってる。8番が強人じゃないと明日9釣るかな。8番強人だったらもうしょうがないな。4釣って9釣ります。もうそれです。まあ、1回4番釣って6番にお仕置きして、それでも心変わんなかったら6番制裁釣りって感じかな。やはりわけわかんない発言でヒートアップしないでほしいと思う。他の人が聞いて不快な発言だからね。4つるよりは6つってくれるなら、8番、9番で6するなら6でいいっすよ。一回成敗して。その後4球だけど基本9いきますけど。8番が強靭だったらまあいいんじゃない？もう。しょうがない。本当は9行きたかったけど。9号だと見てますけど。あ、もう。4、6よりは9号でしょ。はい。やはりスポーツマンシップっていう、まあオリンピックあるんですよ。フェアプレイじゃないやつが、人の心を打たないし、人から評価されない。だから私は心を鬼にして今日は6番投与します。さんが発言します。そうだよ、ね。6投票だよね。なんで6の制裁罪で4番投票なんだ。はい。やっぱ暴言は良くないね。スポーツマンシップ。まあみんなね、貴重な時間使って、楽しくね、もうゲームだから、楽しむことが大事ですよね。やっぱ暴言は良くないんで。はい。まあ、6、制裁釣りしますか。まあ、PP だったら PP だったらもう仕方ないと思います。じゃあ、6釣りますね。6番さんが発言します。まあ、まず言っとくと、8番が白だったのは意外なんだけど、で、2番のまあ、ね、もう失言ね、もう今ね、2つ言ったからね、まず1個目ね、ゲーム性うんぬんって言ってたけど、お前がゲーム性崩してるから、普通に。俺別に黒確定でもないし、黒って思ってないけど、2番をね。で、なおかつ、それなのに俺を釣るっていうこと自体がゲーム性崩してるから、2番に関しては。2番こそ、あなた自身がゲーム性崩してるわけ。まあ、自分のことを客観視できない、ちょっと頭の弱い人って感じなんで、あともう1個がスポーツマンシップうんぬん。スポーツマンシップかけてるよねとかいろいろ言ったけど、これスポーツじゃないから。うん。スポーツマンシップ意味わかんないから、スポーツじゃないから。はい。2番大丈夫そこ。おかしいか、ね、普通に言ってること。うん。で、多分、強靭臭いんだよな、なんか、8番とか。まあ、とりあえず、まあ、1番なんか多分、霊能で死んだ後も色見れるから、多分、この黒って分かってると思うから、俺が死んだの分かってると思うし、どう考えても9が、出るのおかしいでしょって、7の発言になってから出て、しかも一瞬潜伏理由も言わないって方もおかしい。うん、で、なおかつ、騎士に白取ってましたなんて、9番出方が明らかにおかしいでしょ。で、5番の切り方。うん。で、5番が、人狼がね、ふざけんなよ、9番っていうことで、俺は強靭かと思ったけど、ワンチャン多分9番人狼かなと思ってるんだけど、どうなのかな。2の人狼はちょっと追えないかな。多分、9人狼で多分、8教授だと思ってるけど、俺は。はい、そんくらいですかね。はい。とりあえず、頭の悪いお前って言って。はい。さん。8番さんが発言します。はい。まあ、決め打ったと思ってるので、まあね、急に行きますけど。まあ、これは僕の持論なんですけど、人狼ゲームって説得するゲームだと思ってて、
信じてもらえないからといって暴言を吐いちゃうと、それってなんか自分が説得する能力のない、なんだろうね、これ暴言になっちゃうけど、ね、これ暴言になっちゃうけど、自分が説得する能力のない無能な人間ですっていうのと同義だと思ってるんだよな。うん、暴言を吐いたので、なんか嫌だなと思ったので、4に投票しましたけど。なんか、ね。いや、1なんて関係ないよ。ね。言い訳でしかないからね。9が出たのは7の番ですよ。ね、これチャットもね、しちゃうんだよ、こういう人って。ね、俺が2回分発言し終わった後だろう。出すことできないだろう。だからといって、なんだろうね、暴言吐いて説得をかけるのは、なんだろう。説得力あるでしょ。暴言吐いちゃったらそれが無理きすんだから。僕みたいに4投票する人もいるしね。マジでね、いや、1なんて言い訳でしかないから。ブーメランです。はい、9分。僕、キューバさん言っちゃうけど、はい、思いの丈を話してください。大丈夫です。9番さんが発言します。みんな満足した？いや、まあ、結果9号なんだけどさ、そんなのはどうでもよくて。制裁釣りとかは多分、ルーマス以外やっちゃダメだと思うから、多分なんか理由つけて言った方がいいんじゃないかなと思ってて。だから3番強人って5番さんが言ったんだけど、まあ俺強人は別に探してないから別にいいんだけど、仮にだよ、2番が強人だとしたら、それはなんかずるいよ、釣りをしかたってるし。やってて面白くないから。まあ、9番でいいっすよ。なんでそんな喧嘩してんの？なんでそんな喧嘩してんのかなと思ってて。まあでも、まあ、ぶっちゃけ俺死んでも、めっちゃ遅れて出ます。自分の位置で出たりするし。変な位置で出たりする。なんでかっていうと、まあ、今回めんどくさくて理由言わなかったんだけど、次に6番の、俺が仮に死んだった場合は、6番人外でしょ。人外の発言俺別にどうでもいいと思ってるんで、潰していいと思ってるんで、7番の位置から出てますね、いつも。いつもではないけど、結構あるってだけ。なんか、出方は俺あんま関係ないかなと思ってやってるタイプなんだけど、ちょっとこの村出方重視の人多すぎたんで、ちょっとめんどくさいなって思ってたけど、なんか言い返すより、他のこと話そうって思ってて言わなかったんよね。はい、どうするか、3番が決めたら。はい、投票してください。アバターをタップして選択できます。投票を終了しました。追放されるのは9番さんです。試合終了、敗北しました。